当時の形状不民館。ソウル特別市議会会館。形状不民館は、かつて、日本統治時代の朝鮮の形状府による多目的ホールとして建設された建築物である。常設映画館としても使用されていた時期がある。第二次世界大戦後も建物は使用されて現存し、大韓民国登録文化財第11号に登録されている。当時の形状府は、 電力需要が急速に高まっており、形状府の地方議会である、形状府会において、電気、ガス事業を公営化する案が浮上していた。電力会社の形状電気はその案を回避するため、形状府に100万円を寄付することになった。そして、この寄付金の半分を公共文化施設の建設に費やすことになった。1935年に建設された。設計者は、 東京市震災記念堂の設計にも関与した萩原光一であり、当時としてはモダンな建築物であった。初代館長には朝鮮総督府理事官の金栄章が迎えられた。第2代以降は形状不職員に切り替えられた。最小期や宝塚歌劇団の講演が行われたこともある。1936年8月に行われた。 ベルリンオリンピック代表選手孫キテらの外戦報告や、1937年7月には、同府を来訪したヘレン・ケラーによる講演会なども行われた。1942年に発行された映画年間昭和17年版によれば、同館は当時、常設映画館として使用されており、同資料のリストに記載されているが、支配人、観客定員数等についての記述はない。 第二次世界大戦が始まり、戦時統制が敷かれ、同年、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、映画館の経営母体に関わらずすべての映画館が、クレナイ系、白系の2系統に組み入れられるが、同資料には、同館の工業系統については記述されていない。 翌年発行の映画年間昭和18年版には同館の記載はない。終戦直前の1945年7月24日には爆弾テロ事件が起きたことでも知られている。刑場不民間事件を参照1945年8月15日、第二次世界大戦が終了し、同年9月8日から1948年8月15日に、 大韓民国が建国されるまでの間は、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁がこの地域を統治した。同韓は米軍に接収されたが、1948年8月15日に成立した大韓民国政府に所有が移り、1954年から1975年の時期には、韓国国会の国会議事堂庁舎として、1975年以降は、 清掃文化会館別館として使われ、1991年以降はソウル特別市議会庁舎として使用されている。1980年の太平路拡張工事の際、通りに面した正面玄関が撤去され、建物南側に新たな出入り口が設けられたため、建物の外観は竣工当時とはやや異なる。ありがとうございます。